こういうい、ね、目玉焼きを焼いて周りの白身がこう白く固まっていくところをです、ね、これをアニメでやろうとしているわけですねこの卵がです、ね、この速度で落ちていくと1枚目2枚目3枚目つまり加速しながら落ちていくわけですねこれがです、ね、その卵を焼くシーンとしては、まあ、見本になるようなやつなんですよねそれを超えたです、ね、もうこれが完成形ですっていうゴールがです、ね、ハウルの動きしろのです、ね、卵を焼くシーンの作画です 君の名はとかですね天気のことを言った新海誠作品あるじゃないですかであれを思い出して 見てもらえば分かる通りですね、優れたアニメっていうのは、特に最近のアニメはですね、現実以上のものを描いて見せるんですね。あの、現実の世界よりも美しい東京の街並み、新宿とかですね、現実よりも美しい夜景も描いちゃうですね。で、それは裏を返せば、現実以上を描いてしまうからこそ、アニメの世界に依存してしまう人もいる。そういうことになるわけです。で、このアニメのですね、現実以上を見せる力っていうのは、実は食べ物なんかにも当てはまるんですよ。あの、ジブリ名詞なんて言葉がある通りですね、うまいアニメ あの書いいた食食べべ物物というののは、現実の食べ物より美味しく見え、ちゃうんですよね、えー、こんばんは、岡田敏夫です。ということでですね、今日はそんなジブリ飯についてのですね、解説動画です。もともとはですね、あの、日本の最初期にアニメスタジオ、東映動画を舞台にしたですね、NHK のですね、朝ドラ。 夏空っていうのがですね、えー、2年ほど前にありました。覚えてますかその夏空の解説会からです。夏空はですね、基本的にはまあ人間ドラマなんですけど、モデルになっているのがですね、宮崎駿とか高畑勲がかつて所属していたですね、投影動画なんですね。なので、毎回ですね、アニメ制作に関するマニアックなネタがですね、仕込まれてるんですね。でそんな夏空の中からですね、えー、目玉焼きをいかに美味しそうに描くかというですね、まあジブリ飯のもう源流ですね、一番大元のシーンみたいな のをですすね紹介します、えー、実際のですね、ジブリア,アニメ内の目玉焼きの描写の進化と合わせて、えー、語ってます、えー。この動画はですね、2019年に9月22日に配信した岡田敏夫ゼミ第300回をですね、アップグレードして再配信してます、えー。動画が終わった後にもですね、追加のアップグレード情報ちょっとだけあるので楽しみにしてください。それではここから解説動画スタートです。えー、目玉焼きのシーンですね。えー えー、夏とですね、あの、宮崎駿役の誰だっけんな、なんか、あいつはですね、スタジオで何個も卵を焼いてですね、その、本、アニメの中に出てくるですね、卵、あの、目玉焼きのシーンをですね、実験してました。で、こういうですね、目玉焼きを焼いて、周りの白身がこう、白く固まっていくところをですね、これをアニメでやろうとしてるわけですね。卵がフライパンに落ちる時の動きとかですね、加熱されていくことでですね、えー、白身が固まってですね、そのな、上で、 黄色い黄の艶がちょっとずつ変わっていくのをですね、なんとかこう作画表現しようとしてるんですけども、えー、これがですね、その時にですね、外虫さんから夏に渡された原画ですね。外虫さんが夏に書いた原画を見て、ちょっとこれあの輪郭線を補強してあります。でこれを見て、夏はですね、これはちょっとあのやり直しをしたいと。 というか、もともと旦那の、えー、っとですね、高畑勲役の人が言い出したんですけど、これもっと美味しそうにできないのかっていうふうに言い出したんですけども、もう何が書いてあるのか、ここにあの、棒が書いてあって、ここに線引っ張ってますね。で、エンドって書いてあって、ここに矢印がある。これどういう意味かっていうと、この卵がですね、この速度で落ちていくと、 一枚目、二枚目、三枚目。つまり、加速しながら落ちていくわけですね。で、最後減速する。フライパンに当たるから減速するっていうですね。こう、あの、桜ゲージがついてるわけです。で、えー、まあ、これだけだったらですね、卵は殻から落ちて、中身がですね、あの、加速してフライパンに落ちて、落ちる直前に減速するっていうですね。まあ、ちょっとアニメっぽい動きっていうのの指示なわけですね。 で、えー、こういうものですね。まあ、卵は加熱されていくシーンのですね、完成形っていうのかな。あの、なかなかまあ、うまくいかなくてですね、アニメ、あの、ドラマの中でも苦労してるんですけども。 天空の城ラプタの中でですね、パズーがシータの朝ごはんを作るシーンですね。えー、これがですね、その卵を焼くシーンとしては、まあ、見本になるようなやつなんですよね。あの、ラ来一家がやってきたためですね、時間がないので、この卵はですね、その場で食べずにですね、パンに乗せて、カバンに入れて持っていったというやつなんですけども、やっぱあの、フライパンがちょっと斜めになっていて、えー、油が流れ出してですね、で、すでに白身の外側が焦げていって、黄身が少し固まり始めてるというですね、目玉焼き で、えー、まあ、それを超えたですね、もうこれが完成形ですっていうゴールがですね、完成、ゴールが多いんですけど、ゴールがですね、あの、ハウルの動く城、 のですね、卵を焼くシーンの作画です。一コマ目です。えー、卵が落下しています。殻を割って、あの、白身が透明のままですね、下にですね、落ちてます。で、下にはですね、分厚いベーコンからフライパンに油がいっぱい流れて煮えたぎって油の中に卵が落ちると。なので、 二コマ目ですね。えー、油の中でですね、白身が泡立って湧き立って加熱されてですね、三コマ目、あっという間にですね、透明の部分がなくなって白くなっていくっていうですね、作画やってますね。で、実際はですね、そのテレビアニメでですね、ここまで緻密な作画とか、あと特にこの色指定とかはできないんですよね。あのー、アルプスの少女ハイジンの時もですね、あれは、あのー、 多分そんなテレビアニメだから当時色数少なかったはずなんですよね。下手したら60色とか、あのー、ぐらいでやらなきゃいけなかったのを特注色いっぱい作ってやってたと思うんですけども、こんなことまでやったら本当にね、200色超えちゃうんですよね。なので、そんなにですね、細かい作画を色、色してはできない。なので、えー、結局ですね、大草原の少女空の中ではですね、匂いを嗅ぐシーンっていうのを挿入することでですね、見てる人間の記憶に頼ると。 つまり、美味しそうに卵をかくっていうよりは、それをリアクションしてて、匂いを嗅いでる人間のカットを入れることで、見てる人が美味しそうに思うという、見てる人間の記憶を呼び覚ますような形でですね、美味しそうに見せるシーンっていうのを作ってました。でもこれはですね、完全にですね、あの、一休さんですね、高畑勲のミスなんですよ。そんなのはね、絵コンテ段階でやっとけなんですよ。絵コンテ段階で卵を美味しそうに見せなきゃいけないのに、 外注から原画が上がってきてからですね、作画監督にこれもっと美味しく描けませんかっていう演出がいたらですね、俺がプロデューサーだったら怒鳴ってますよね <laughs>。それは演出の仕事だと。 絵っていうのは、そういうもんじゃねえだろ。美味しそうに見せるっていうのは演出の仕事が。だからそしたらですね、それを夏が思いつくというとんでもない展開になってきてですね、相変わらず夏空はですね、夏のみが天才で残りボンクラっていう、こ <laughs> 相変わらずの設定できついなというふうに思うんですけどもですね、コンテージショで本当に支持すべきなんですよ。こういうふうに美味しそうに見せるっていうのは演出の仕事ですからですね。えー、多分ですね、あの、俺はマコプロで一番無能なのは一級さんじゃねえかなって思ってるんですけど、 でも、プロデューサーとしてのマコさんもなかなかねこ、弱いっていうかですね、ダメなんですよね。この卵のシーンなんですけども、さっきの。よいしょ。ごめんなさいね。このですね、あの、卵の作画のシーンですね、害虫さんから上がってきた原画。 なんですけどもですね、あの、外注さんの作画をそこまで直せないというふうに言うんですけども、結局はですね、まこさんは夏のですね、あの、熱意に負けてしまうんですね。熱意に負けてですね、じゃあそこで、じゃあ仕方ないわねってやってるんですけどもですね、言い負けるのはですね、プロデューサーとして制作としてもう大失敗なんですよ。納得するのはいいんですけども、その時にトレードするのが制作なんですよね。あの、 アニメーションにおいてはですね、スケジュールと、あとスタッフの容量というのが決まってるんだから、スタッフの容量ってのは本当にね、テーブルの面積だと思ってください。大きいものを置いたらそれだけテーブルが狭くなるから、他のものを横に避けなきゃいけないんですよ。一つのものに作画の手間をかけたら、他の部分は作画の手間を抜かなきゃいけないって。 このトレードオフっていうのがアニメーション制作の本質なんですね。なので、一箇所直すためにはですね、他に何箇所か手を抜かなきゃいけないんですよ。<laughs> えー、今回は卵の作画とですね、続くですね、匂いを嗅ぐ作画っていうのをですね、もう外中に発注済みなのに追加で入れるというふうなことをしちゃったんだから、その他のですね、どの部分を組織的に手を抜くのかを、まこさんはあの瞬間に考えるべきなんですね。その瞬間に考えることによって、あ、確かに、 奥原夏が言うように、この卵の作画はこの話数ではすごく大事なシーンだ。それは私気がつかなかった。じゃあこの卵の作画を面白くして美味しく見せるということは、他のシーンでこのシーン動きあるけども、これも BG オンリー、いわゆる背景だけにして作画の負担ゼロにして仕上げも全く回さずに背景だけ見せると、そういうふうに考えるのが本当は制作の仕事なんですけどですね。あの、なんかね、あの、 それやってくれないですよね。本当はとが一休さんがですね、あの卵のシーンに手間かけるんだったら、例えば父絞りのシーンは、こう絞るシーンなしにして、ロングで見せるだけにするとかですね、そういう妥協点を、あの、探すべきなのを、なんかその夏の熱意に押し切られちゃったっていうふうに見せちゃうと。ここら辺がですね、その、<coughs> まあね、ドラマの中でのアニメの見せ方の限界かなと思うんですよ。あの、ここで、 頑張ってね、夏がいくら作画しても、もうスケジュールいっぱいいっぱいなんだから、実はこの卵の細かい作画とか、あの、インサートで入れる匂い嗅いで美味しそうというシーンも、本当にそれをじゃあ、次は動画の外虫さんが仕上げてくれるのかとかですね。それを、えっ、ー、とですね、あの、外中のセルを塗る、いわゆる当時だったら本当に東北のおばさんですよ。当時だったらその年末とかで、えー、ちょうど、 東北のおばさんとかにですね、あの、主婦とかに当時のセル塗りの害虫を出してたんですけども、あれは子供たちがですね、その冬休みが始まって学校から帰ってきたらセルの仕上がりの能率が落ちたっていうふうに言われてるんですねで。特に東北の方はお正月の用意が大変だから急にセルを上げてくれなくなるので、夏空の中のアニメーションが10月放映スタートっていうのはなかなか危機的な状況なんですよ。年を越すあたりっていうのは本当にセルが仕上がらないと。 で寒くてですねなんかこの。 なんだろうな、アニメカラーもなかなかですね、乾かないとか逆に乾燥してから乾くとか、いろんな天候とかの状況も重なって、あと雪が降ったからセルが列車便で届かないとかですね、いろんな状況があるんですけど、まあそこまでやるとはね、そんなね、あのバカみたいなマニアックなことを言ってもしょうがないんですけども、あの、一つのことをやったら、その結果どんな風に玉突き状態におかしくなっていくのかっていうのがアニメーションの本質なんで、一つのシーン頑張るということは、あそこでマコさんがやることを頭の中で考えるのは、これをじゃあどのようにし、 仕上げさんに説得して撮影の方に回すのかっていうのを考え出す。そこら辺がちょっとね、やっぱ抜けちゃってるのがね、まあ残念かなと。まあここら辺は朝ドラでは書けない部分なので、そのうちあの、えっ、ー、と映画化とかされたりとかですね、もしくはあの、海外で連続ドラマになった時はですね、あの、ネットフリックスオリジナルとかですね、アマゾンプライムオリジナルとかで日本のアニメ業界がやるときはですね、ぜひともそこをゴリゴリにやってほしいなと。<laughs> <laughs> あの、ヒカワさんとかをですね、監修に入れてですね、ゴリゴリにやってほしいなというふうに思います。えー、いよいよですね、最終集ですね。あの、もうアニメのネタはですね、まあさっきも話した通り、完成してですね、お疲れ様パーティーぐらいしかもう落としどころないと思いますけども、最後まで夏空を応援してますのでですね、えー、楽しみにしてます。スタッフの皆様、いろいろ言いましたけども、頑張ってください。<laughs> はい、お疲れ様でした。今日の無料動画はここまでです。えー、アップグレード情報なんですけども、まあ、目玉焼きのシーンはですね、ジブリでは、まあ、まずラピュタですよね。まあ、これは解説の中でも話したんですけどもですね、あのー、なんであれが入っているのかというと、ジブリのでですね、まあ、まだジブリが成立する前、トップクラフト時代なんですけど、あの、風山隊のナウシカ宮崎駿さんがですね、監督した時にですね、食べ物が出てこないというふうに高畑勲さんに言われたんですね。プロデューサーの高畑さんに、 風の谷には生活感がない。なんでかというと食事シーンというのがほとんどないからだと。でな、一つの村があって共同体があると。そこにみんなが愛着するのはなんでかというとそこで生きて食べてるからだと。そういう食事シーンがないというのは宮崎アニメとして不完全だというふうに言われたんですよね。なので、天空の城ラッターではですね、 たくさんのですね、食事シーンが出てきます。例えば、その、目玉焼きの他にもですね、あの、ムスカの食事シーン、あと、ドーラなどですね、悪党どもがですね、食事するシーンもですね、何回も登場して、それがまあ、全部美味しそうなんですよね。で、えー、まあ、目玉焼きのシーンの次の進化はですね、まあ、あの、ハウルの動く城ですよね。おばあちゃんになったソフィーがですね、勝手に悪魔のかまどでですね、目玉焼きとベーコン焼いたのを作ってると、まあ、ハウルが現れて、さらに卵をですね、追加してですね、ベーコン、分厚いのも追加するって、俺も 印象的なシーンです。で、目玉焼き以外にもですね、あの、宮崎駿が作るジブリ作品にはですね、千と千尋のですね、おにぎりやあんまん、あとポニョに出てくるチキンラーメンなど、まあ、あの、夜中に見ると割とやばい系のね、描写が満載です。えー、さて、あの、今日見てもらった動画の限定部分をですね、含めた全長版はですね、有料会員のみの公開になっています。えー、この回のですね、限定部分でどんな話してるのかというとですね、えー、 この後ですね、お便り雑談特集になってですね、まあもしあの、岡田さんがひとし松本の滑らない話に出演することになったら何の話をしますかとか、あとあの、夫婦とか恋人といった、 言い方に、存在に嫌悪感があって困りますって女の人からの相談、そういうのに答えています、えー。続きが見たい方はですね、公式の岡田都市をアーカイブに入っていただく。これがまあ、僕としては一番ありがたいしね、実は一番使えると思ってるんですけども、あの、YouTube のメンバーシップ、これ、あの、気軽です。で、ドワンゴのですね、ブロマガチャンネル、これもね、すごい便利です。えー、どれか好きなものを選んでですね、入会してください。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバーイ。 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。